そこのね、新キャラのスコーチをゲットしてきまして、今回これ試していこうと。火炎放射らしいですね。ダメージは、まあ低め。ただまあ、打つ感覚は半分だね。この右のキャラと比べて。はいはいはい。じゃあ強いんじゃないかな。できたらこいつの近くに行って燃やしてもらうと。さあ、まずはね、このダイヤモンド集めて、ダメージ食らってきたらね、回復モデル場所に行きたいなと。当たってないね、炎が。止まってないとダメかな。さあ、まずこれ持って帰って。ダメージと炎が増える。炎が増える。あ、時間かな、まあ、弾薬的なことかな、それか。上も近いけど。あ、エリアいいね。右の物資に回復とかあるんで、行きたいけど。さあ、もうなんか出るマーク出てますね。もう出れるんですか？体力が少ないからかな。いて。この8回のレベルアップでどうにかしよう。これ持続ダメージが増えるのか。いや、まずエリア上げてってみようかな。エリア 100% 倍。で、ちょっとじゃあダメージティックス増やしてみて。ダメージ。エリア。エリア。回復出てないかな。あ、出てる出てる。お、強くなった強くなった。まあ、一体をこうやってね、めっちゃレベル上げていくのもいいんじゃないかなと。さ、頼もしい相棒になったね。それ焼き払ってくれ。よし、ナイス。リロードが別に変わってないから長いね。焼き払ってくれ。200% とスコーチドグラウンド。ああ、地面が燃えてるってことですかね。さ、ここまで強くしたら確かに強いよね。これしかも上げてないですから。機内車物資あり行けば延命できる気がする。危ねえ。ここでドローンの対空が入ればだいぶマシになりそうだけど。ファイヤーダメージオーバータイム。リロード時間ないんですかね。他のキャラね、結構出るけど。やばいやばいやばい。危ない。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。お、死んだか。死んだな、これは。耐えてはいるけど。さあ、対空です。なんとか間に合えば。いや、一旦離れて。
確実にね。よしよしよし。あ、なんか回復したよ。お、出た。敵倒せるやつだけど、もう出るか。出よう出よう出よう。見えないな。 100? 上の時間で出ないとダメなんで、ここは避けないと多分無理かな。40秒。ちゃんと出よう。500あれ取ったらもうちょっとマシだったと思うけど。あ、これ間違いなく出れるね。よし。いや、強いけどね。で、これ、ボーナスついて、もう一回使えば、強い状態でってことだよね。で、ここの3つのやつであるんだけど、こう真ん中はね、これヘルシー。あと、これかな。シフォン HP フロムエネミー。敵から吸い取るやつ。ちょっとこれ使ってみたいんですよ、今回。なんで右ね、ディフェンダーとか、欲しいけど、なんか382。一応、30% 残してきるから、これはね、あえて使わないで、ヴァンパイアリッチ。いないならミスターベレージかな。もう新キャラね、終わったんで、まあ、次のキャラ取るためも含めて、じゃヴァンパイアリッチもね、試しつついきたいなと。どうしよう。めっちゃドローン強くしてみようかな。何かを1個ね、最初強くできるんで。これ爆発か。炎はまあ分かったと。ドローンだな。ドローンのその強さ、これ上げてってみるか。これドローンが撃ってくれるんで、全然当たってないけど、ナイス。まあ、これ強くすればね、さっきと同じで急に見てくる世界変わらずと。先にじゃあ経験値取りに行こう。さあ持ち帰れるね、このダイヤの量は少なめなんで。危ない危ない。ちょっと多めに持っていかないと。まあ、回復あんな。ちょっとこれ取りたくない。よし、ナイス。まあ、取らないとしても戻れるか分かんないけどね。で、ダメージを増やしてって、ちょっと耐空もつけようかな。とにかくちょっと強くしてみよう。あとバナナ。あいつの周りにドローンが回るからね、こいつの近くにいないと、対空のやつは効いてこないと。危ねえ。左下かな。これちょっとね、ちゃんとうまく取れていけるようにと。今回いいんじゃない、ね、このパターンなんで。どうしよっかな。おわ、強っ。今上のやつを一撃で一気に。ダメージは十分だね。こういうのも取れるけど、まあ仲間が一人しかいないから、こういう感じかな。で、こいつのが、いや、パワーバースト。2発撃つ。まあ、とにかくね、撃つ量が大事なんだろうと。いや、リロード時間短くして、あと、まあ、撃つ発射そのものを増やすとかね。そこ、あで、今も何も出てない。レベル上げフェーズかな。いいね、いいね。あのドローン、いいですね。
リロードタイムさらにまあ細かいけど短くして、最後いい流れいい流れ、おっとナイス、まあこれかな、700、1000持ち帰ったね、1000あれば 20% オフで800ならキャラが増えてるね。どうせ脱出した場合だから全滅を考えると1500あれば、いやここ、あ、回復かいらないね。ちょっと拾わないで。出血だっけ確か。なんか微妙だね。強化が強いキャラがいいな。ドローンがもうないな。じゃあ、これかな。あれまだ3分か。よし、ちょっと全部取ってってる今。これ理想だよね。よしよしよし。なかなか近づけまいと何にしよう。ちょっとじゃあ重い系いってみるか。なんかこれ、なんか違うよね。あれもパワーアタック増えるのいいな。マガジンキャッパーでもリロード増える。なんか消せなかったっけ？あれ能力か。F でなんかねバニッシュ的なやつできるけど。パワーアタックを増やす。あ、ショットガンね。はいはい。あ、いいね。ショットガンいいかもしんない。あと近距離が弱めかなって思うんで。これ拾いたいな。よし、キャパシティ、これいらないね。よっしゃ、対空のエリアを広げて、どこにいても守ってくれるようにと。なんだけど撤退して 725% マイナスで639、ちょっと足んないな。さあでもディフェンダーガイアフォースジェネラル、これかな。ディフェンダー、あ、シールドね、シールド、これとはまた違うやつかな。守ってくれるシールド、ディフェンダーかつヴァンパイアリック、ここでいければちょっと新しい能力でいけるけど、ちょっと死んでくるしかないか、出さないと。